びっくりした。急に後ろから出てきた。驚かせてしまったかな。パードン。足音を消して近づいてしまうのは昔からの癖でね。私はルーク・ハント。美を求め、美を助くことを人生のテーマとするルシャ・ソウ・ドゥア・ムールさん、どうぞお見知りおきを。チッ、出たな変人。ごきげんよう、ロア・ドゥ・レオン。おや、昼休みだというのにムシュー・タンポポはどうしたんだい。四六時中一緒にいるわけねえだろうな。さっさとその草食動物どもを連れてどこかへ移ろう。ムシュー・タンポポってロア・ドゥ・レオンの腹心ラギー君のことさ。なんでタンポポなんだぞ。頭が黄色くてパッと広がってるから。のんのん、そんな理由じゃない。あれは去年の春、うららかな春の息吹を学び屋のそこかしこに感じ始めた頃のこと。よしよし、だいぶ集まったっすね。綿毛になっちまう前に積んじまわないと。ボンジュール、ムシュー。だー、なんすかあんた。これは失礼。私はポムフィオーレのルーク・ハント。君が興味深い動きをしていたものだから、つい声をかけてしまった。興味深いって、タンポポ積んでただけっすけど。一心不乱に両手いっぱいタンポポを集めてどうするんだい。決まってんじゃないっすか。食うんすよ。え？タンポポはサラダにしてよし、炒めてよし、お茶にしてよし、何よりどこにでもいっぱい生えててただで手に入る。俺みたいな貧乏人にはありがたい雑草なんすよ。ま、あんたみたいなお坊ちゃまには関係ない話でしょうけど、今月食費が厳しいから腹の足しにしようと思って。そんなわけで俺は遊んでるわけじゃないんす。さっさとどっか消えてください。ということがあってね。それ以来、道端のタンポポすらも命の糧としている彼に敬意を表してムシュータンポポと呼んでいるんだ。ラギー先輩、タンポポ食ってたの？つかそれ敬意じゃなくね。 あいつ本当に腐ってなきゃ何でもいいのか。まさか俺にも食わせてねえだろうな。のんのん、毒じゃないんだ。好き嫌いは良くないよ、ロア・ドゥ・レオン。タンポポってうめえのか。今度は俺様も食ってみるんだぞ。だから拾い食いするのはやめろって何度も言ってるだろう。はっ、ルーク先輩のペースに流されてたけど、そんなことよりオーディションの話。そうだった、ハント先輩、僕たち VDC のオーディションに申し込みをしたいんですが。おっと失礼、話が脱線するのは私の悪い癖だ。君たちはハーツラビル所属、1-A25番人族の全長172cm エース・トラッポラ君と、同じく1-A24番人族全長173cmのデュース・スペード君、そしてオンボロ領所属の人族監督生君と、体長約70cmの魔物グリム君だね。え？どうして僕たちのクラスと出席番号？それどころか、なんで身長まで？カリウドとして学園の生徒の種族と全長くらいは把握しておかないとね。いざという時に困るだろ。意思表明さえしてくれれば、特に申し込み書類などは必要ないよ。3日後の放課後、ポムフィオーレのボールルームでオーディションを行う。忘れずに来てくれたまえ。はい、はい、おい、いつまで俺の席の周りでうろちょろする気だ。さっさと散れ。そうだレオナ君、君も VDC のオーディションに出場してみないかい。身体能力は申し分なし、君の体格ならきっとダンスも映えるはずさ。よく響く声も素晴らしい。獅子が歌う姿は夕焼けの草原でも見かけたことがないけれど、きっと迫力があるに違いないね。そんなお遊戯会誰が出るか。しかもあの口うるせえビルがいるんだろ。絶対にお断りだ。都会的な美を持つビルと野生的な美を持つレオナ君、二
人が共に歌い踊る様はさぞ美しいだろう。趣が異なる美の共演、実にトレビアンだね。ち、本当に他人の話を聞く気がみじんもねえなこいつ。シルバーさんもお祭りを楽しみ。